ワンオークでしょワンオーク。うん、タカさんね。あの、この人すごいなって思ったのが、芸能人が政治に関与しないのに、僕はものすごい不満を持ってるんですよ。変わらなかったら終わりますよ、この国マジで。テレビで言うんだったら、なんとかしろと、テレビが。お前がやれと。<laughs> はいはいはい。はい、わか,かってます、わかってます。えっと、ワンオークでしょワンオーク。ワンオーク、ね。 うん、高さね、うんね。これでもね、僕ね、本当申し訳ないんですけど、僕ね、ワンオクっても最初わかんなかったんですよ。皆さん、あれかなでも、この視聴者の層は、結構年齢上の人が多いんですけど、皆さんワンオクって聞いてすぐわかりました。まあ、僕はテレビ見ないからなのかな でネットの情報だと、もう自分の好きなものの繰り返しになっちゃってるんで、アップデートされないんですよね。うん。ワンオクロックってね、あの、書き方もかっこいいですよね。ワンオーケーロックですよ。ワンオクロック。ワンオク。タカさんっていう方が。えっ、ー、と、30代の方かな。<laughs> うん、いや、僕、本当申し訳ないんですけど、これで初めて知って。 で、YouTube でなんか曲とか聴いたんですけど、かっこいいロックの曲なんですね。今日、街頭演説で話してましたけど、僕の好きな音楽は X、XJAPAN とかなんですよ、うん。その後のルナシーとかね。なので <laughs>、そこで止まってますね。自分が中学生ぐらいまでの、まあ中高かな、うん、で止まっちゃってるので、 そう。と森進一さんと森正子さんの息子でしょ、うん、そ,そのお父さんお母さんの方はさすがにわかりますよ、うんね。昔テレビに出てたっていうのは昔覚えてるんで。でも、それの息子さんがいらっしゃる。うん、まあ、あの、なんだろうな。えっと、その指示云々っていうね自分に対するというのはそも,もちろん嬉しいんですけど、でも、それとちょっと違うところで、 あのこの人すごいなって思ったのが実は芸能人が政治に関与しないのに僕はものすごい不満を持ってるんですよいや賛否あるあると思います世界的にもあるしテイラー・スウィフトさんとかねあるんですけどでも何だろうなその、うん、何より表現の自由を体現してる存在が なぜ表現しないんだっていうね政治思想の自由もまたあるわけじゃないですかしたらいいじゃん言えばって普通に、うん、でそ,それで何だのファンが離れるとか、うん、その離れたファンの方がおかしいでしょまあ例えばミュージアンなら音楽が好きでその音楽聴いてんのにね うんこの政党を支持してるじゃあ聞かないみたいな今まで何が好きだったのってなりませんいや音楽がいいんだったら好きだろみたいな <laughs> っていうふうに考えたら別にその音楽性がね変わるとかそのさファンもねまた変わるかもしれないね最近ちょっとなんかこの路線好きじゃないなとか昔の方が好きだったなとか逆にいや今の音楽この路線いいよねとか。 が、その、音楽の楽しみ方じゃないかなって思ったときに、なんかその、言っちゃいけない空気をぶち破る。その精神が、ああ、いいなって思いました。うん。だからこれ、自分以外の人がをたとえ支持するしてる、すると、してると言ったとしても、僕のこの、 尊敬の念は変わらないですよ。芸能関係の人、アーティストに対して、うん。もっと言い,言いましょうよ。芸能界の人。なんかテレビとかね、テレビ局か、仕事の都合、まあ、事務所の話があるのは分かるんですけど、ただ、そういうところで変えていかないと、この空気どうしようもなくないですかで この空気が変わんなかったら日本社会が変わらないんですよ。変わらなかったら終わりますよ。この国マジで。そうしたときに、ね、芸能という業界も国内にどっぷり依存してるわけじゃないですか。ね、なんだっけ、BTS みたいにアメリカのマーケットに進出してるんならともかくしてないでしょ、ほとんど。<laughs> だとしたら逆ですよ。ワンオークの高さ以上に この国内のマーケットを維持するために言うなれば国力を保つために何をすべきかそれぞれが考えないと持たないですよ。誰かに依存して誰かのせいにしてたら、ね、これまで通りが続いてたのは人口が増加している局面だけなんですよ。人口減少の局面に入ってこれまで通りやったらあと出して死を待つだけですよ。何を考えてるんだってか考えてないんですよね。 っていうのは、すごく思ってたので、ずっと。あの、ワンオークのタカさんの話は、あ、すごいなっていうふうに思いました。まあ、ね、あの、他の芸能界の方でも、政治の話されることあるんで、全員がっていうわけじゃないんですけど、うん、なんかその、うん、著名な方が、うん、なんというかこう、尻込みしてるというか、もったいないなっていう気はしますね。うん。 それこそ、ね、若者の政治場になるとか、テレビで言うんだったら、なんとかしろと、テレビが。お前がやれと。<laughs> ね、若者のせいにして喜んでる場合じゃないですよ。若者がつまんないって思ってるんだったら、面白くなる努力がいるじゃないですか。おっさんの責任でね。まあ、おっさんだけじゃないか、お姉さんもいるか、うん。っていうふうに思うので、何か手が打ちたいですね。なんか他の うん、誰がいいんだろうミュージシャンなのかなやっぱり、うん。表現者として。うん、別にだ、誰でもいいですよ指示するのは。別に、自民党がやっぱりいいですっていう政党の話でもいいですし。うん、政治の話をもっとしたらいいんですか政治番組以外でね。政治番組以外。うん、政治家以外が政治家が政治の話をするのは当たり前で、ねうん。じゃないと、 この輪が広がらないというか、投票率どんどん下がるばっかりで、誰得な時代にもう陥ってますよね。はい、そんな感想を持ちました。で、同じような話で、えっと、さサワヤンさん、サワヤン、サワヤンさんあって、あの、ウクライナ人 YouTuber ね、誰だロシア人 YouTuber って書いたやつ。 僕、そのノラチャットを普通に読んで、うん、違いますって怒られましたよ。本当ごめんなさい。あの、全くタイはないです。サワヤン。でも今日、どこかで街頭演説してたら、高校生、中学生だったかな。サワヤンさんと対談してくださいって言われて、いや明日するんです。そう、あし,あし明日なんか対談の予定です。でも、な、何すんだろう マリオカートえ僕もマリオカートやっていいのかなでもスイッチ持ってきてないでしょ、うん、あのこれも後追いで沢山さんの動画見たんですけどあの方ってゲームの実況じゃなくて <laughs> ゲームしながら喋るっていうスタイルなんですね <laughs> なんかなんだろうあの一輪車に乗りながらなんかジャグリングしてるみたいな <laughs> そういう ね、大道芸ありますけど。それのスタイルなんですね。スイッチ、スイッチにはね、マリオカート・デラックスの8を入ってた気がしますよ。うん。ゲームしないのかなちょっとサワヤンさんがどれぐらいのゲームの達人か、ちょっとまだ分かってないんで、存じ上げないんですけど、うん、マリオカートはまあまあ、まあまあできる方だったかな。うん。 <laughs> なんでこのくそ忙しいのにマリオカートして遊んでんだってこれ怒られるなさなやんさんの対談がねどんな風になるかだから僕が真面目に政治の話してサバヤさんはなんか例のねこのマリオカートしながら <laughs> た楽しく話をするっていうそれがいいんじゃないかな、うん